はい、おはようございます。マッシャチくんです。よろしくお願いします。じゃあ上等のトレーナーに初代ポケモンの強さを分からせてやった鬼スズメバージョンね、続きやっていきたいと思います。そして恒例のメーザパックガチャからね、ギャラドスで試していきたいと思います。そう、前回も言ったんですけど、この鬼スズメさ、一回取り直しっていうか一回ミスって今2周目、息吹までは2周目になっちゃうんですが、1周目のメザパは火でしたね。あーやべ、アニメーションない。今一つか。あー、また火の可能性があるな。でも全然与えなかったよね今。火か。いや待って、やっぱ焼き鳥の自覚が芽生えてしまっているのかな。今一つってことは火水格闘ぐらいか。結構絞られんね今一つって。そんなもん、そんな火水格闘だよね多分。なるほど、あんま与えなかったからな。水結構いいよね。悪党はどう？悪党も悪党、まあ、ノーマルにいけるから悪くはないかな。いや悪くなくもないな。岩が良かったね普通に。はい、ということでいつもの海流破壊光線どうも。一回転してんな今日も。あ、格闘は、あ、違うか。格闘って、あれか。鋼も氷も岩も抜群か。まあ、水だったら、まあ、攻撃力もあるから、格闘の方がいいよな、明らかに。まあ、ここで大体明らかになるよね。こう、スリープ出してくるので、当倍だったら、が水。今一つなら、格闘を確定。合ってるかな。はい。あー、今一つ格闘か。あー、格闘か。このツツクで威力測れる。はい。ごめんなさい。測れないです。すいません。なんかすげえ意味わかんないこと言っちゃった。なんか今一つな気がしちゃった、今。格闘か。まあ、でも、ドリルクチバシ、覚えたらさ、80、だから、タイプ1で、威力120？ってことは、抜群のやつでも威力60以上ないと、あんま意味ないもんね。まあ、そう考えると、でも、今一つのやつか。今一つのやつに抜群取り合えるのか。まあ、あれ、岩と、あれは、鋼はね。って考えれば、結構いいのでは？うん、結構いい気がすんな。すごい悪いわけじゃないんじゃないか？もしや。どうだろう。だからもう正直、もうずっと、まあ一応確認する？何回もやってるのに、どのタイプの技が効率いいかって全然わかんないんだけど。まあやなんか言わな気がするんだけどね。格闘ねー。まあどうだろう。まあわかんないけど、とりあえずこの格闘を活かせるね、長寿ジム、行きたいと思います。はい。はい。そしたら、長寿ジム行きましょうかねー。しようかねーっていうほど余裕なジムでもない気がする。わあ。まあでもここである程度あれか、威力確かめるか。スピードスターより与えれば50ぐらいあるってことでしょ要は。あ、この等倍でわかるか。いや強い、わかんない。スピードスターあんな与えちゃったらわかんないよ。あれ、鳴き声とね、オウム返し変えました。うん。まあ、ちょっと悩んだんですけど、
金銀はさ、初代みたいにオウム返しを使えることがあんまないと思うんでね、悩ましいとこではあったんですが、まあ使えるタイミング、なんかピジョットの時にさ、ここで使えたなーって何回かあったような気がする。あえな、受けた。ダメージによっては勝てないぞ。93ってことは47以上残れ。はい、あーギリ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 の戦いです。メザパでワンチャン落とすかもしれない。これで落とせば50はある。そうですか。あっスピードスタート同じぐらいだった今。ということは45とかか。マジでいらねえ。いや格闘途中まあまあいいなって思ったけど、まあベロの動きよ。あのシェルダーみたいなベロの縦動きって難しいよね。はい。ああ、ちょっと、急所。格闘さ、まあ、使えなくはないなって思ったけど、まあ、一気に使えないですね。完全に、取れるくちばしの方がいいと。急所2連続今日も調子がいいぜ。はい、オッケー、やりました。勝てるかな、ちょっと、回復アイテム微妙いな。よし、まあ、行くか。はい、いろいろあると。まあ、とはいえ、だよな。とはいえ、やれることはない。抜群、勾配しか取れないんだったら、スピードスターの方がいいよね、多分。ノーマルが、まあ、でもあれか、岩と鋼には使えなくはないのか。え、待って、45だとしたら、威力ね。だいたい45ぐらいな気するから、あ、スペース下がった。よくない。倍で90でしょ？ドリルくちばしは150。今一つだと75。あ、じゃあまあ、鋼と岩ぐらいには使えそうですけどね。それ以外にはマジで何も使えないな。もう素早さが下がってもジュゴンより全然早いっぽいね。あ、いい！半分いってる。問題は、マンムじゃないね。イノムの攻撃下がんない。オッケー、ナイス。吹雪を耐えるかどうか。よし、オッケー。なんだ、思ったよりいけるぞ。もっとダメージ食らおうと思ってたね。あ、吹雪避ければいいだけだから。かわいい。はい！ほら、来たー！わからしてやる？勾配。いやいや、さす、いや、そんなよ、あ、間違えた。こっちか。はい。分からしてやれ。あ。はい、ちょっとごめんなさい。ごめんなさい。調子乗りました。こういうことしてる場合じゃないね。やりました。なんか知んないけど、永遠に避けれる。まあ、冷静にね、マンモスと、このでかい会長では、どう考えてもね、鳥の方が有利でしょう。空からね、なんか、過ぎて、地道にダメージ与えればいいんだから。優勝 ?5 回。ああ、ちょっと待って、待って、余裕攻撃すぎたな。ちょっとやばいな、これ。吹雪2回外してるよね。回復しとこう。あーん、なめぷしたがあまりにちょっと危ないくなってきた。劣勢。これ、何発目 ?2 回、3回目か。3回4。あー、危ねえ。乱数で負けんな、これ。やばいぞ。劣勢になってしまった。変なことしちゃった。これで4発目だよね。よし、オッケー、危ない。こんない。ダメプダメ、絶対。ここで急所で負けるって言っちゃやめてくれ。頼む。頼む！ダメだぞ。氷もあんま良くない。だけんなよ。だけんな。はい。ということでね、いやでもあれ、なめっぷしてたから負けたわけじゃないからね。どの道負けてたから。あんな最後の一発吹雪急所やられたら負けるんだから。でも、5回回復する術がなかったので、こっちから来ました。うん。こっち来てついでにアイテム買って空を飛ぶもらってからね、また長寿には行こうと思います。
あ、てかドリルくちばし覚えてから分からしてやんないといけない、あのおじいちゃんには。おじいちゃんで今日思い出したけど、今日じゃねえわ、思い出したけど、今日おばあちゃんにね、自転車で足引かれましたね。いきなり後ろからなんか突撃してきて、いてって言って振り返ったら、おばあちゃんがすごい謝ってきた。かわいそうだったな。若い人だったらちょっとあれだったかも。ちょっとわかってるって言ったかも。冗談ですけどね。あーなんか倒せねんかい。あー、いい数字。明日プロット行っちゃおうかしら。明日休みなんでね、と思ったけど、急にね、 YouTube モチベがまた上がったんですよね。すごい波あるんだけど俺、モチベーションの、モチベーションがクッて上がった時にだけね、難しいのヒャッてやるんで、このさ、そう、上等初代シリーズさ、まあ、今とも簡単なんですけど、難しいラインが絶対来るから、本当恐ろしいんだよな。このポケモン続くんかいってなりそうですげえやな。岩なだれあるじゃん、ここ。俺、続くやってるけどさ、35、70。ああ、さすがにこっちの方が強いか。なんでもなかったです。スピードスターの方が強いんじゃねって思ったけど、チプクの方がちょっと強い。なぜか知らないけど、空手チョップ。でも急所痛い。ノーマル入ってるから抜群だと思っちゃうのかな。空手チョップとでも岩なだれ、どっちが強いんだ。さすがに岩なだれだよね。急所空手チョップ等倍と岩なだれ抜群、どっちが強いんだ。両方の威力が分かんないから分かりませんね。ああ、まあもう終わった話なんでいいでしょう。いや、終わった話じゃないな、怪力戦やばいな。あの怪力戦はドリルくちばしか。あのドリルくちばしで思い出したんだけど、今日月曜のヒーマタイでさ、今12時過ぎなんだけど、鋭いくちばしって月曜じゃなかったっけ。取り損ねたな。鋭いくちばしを取るためには1週間待たなきゃいけないけど、そんなことはできないから、もうなしで行くしかないね。鋭いくちばしなしで行くと技がないよな。技じゃない、アイテムがないよな。食べ残しって感じじゃないもんね、この子は。あの気合の助けだっけ、10%で1残んだっけ、あれ忘れたけど、がないとレッドに勝てない説はあるな。わかんないですけどね、粉々だと、まあ、簡単だな、普通に簡単ですね。ここはスクでやられてしまう格闘ポケモンかわいそうすぎる。格闘タイプってなんで飛行が弱点なんだろう。格闘、まあ飛んでる相手に、ね、当てれないみたいなノリだったとしたら、ほとんどそうなっちゃうけどね。あんまそういう現実的なとこ持ち込んじゃダメなのは分かっているけど、倒せ。あ、いいね。怒り猿とか、なんか怒り猿とか三色パンチとか覚えさせられそうだよ、見た目は。無理なのかな。だとしたらめっちゃ強そうだけど、あ、でも関係ねえか、速攻が弱いのか。ついていく。あ、いいね。あ、心の目、時すでに遅し。これいけんじゃないの。みかんもさ、このメザッパで落ちないのかな。落ちないで10万ボルトでやられちゃうんだとしたらちょっとまずいけど、うん、これあと長寿で40レベルになんないから、分からしてやれないな。どうしよう。できれば、あの、柳さんにはね、ドリュークチバシで行きたかったんだけど、わざましい知恵。爆裂つつきとか覚えてくれればいいのに、あの短いくちばしで。じゃあもうみかんちゃん戦行きましょうかね。はい、じゃあみかんちゃん戦ね、行きましょうか。白豚ちゃん。あー、こう見ると猫耳、豚耳か、ぽいな。
あら、猫耳、あら、もう忘れちゃったんだよな。誰か、ソナスの時もしたっけ。最近ちょっとね、えへーがひどくてね、かわいい。猫耳、いやまあ、重複してたら申し訳ないんですけど、あ、でも待って、ここで倒すかが重要。こないださ、外歩いてる人が、可愛かったから、俺がよく、いじるね、二十歳の、19か、女子大生の子に、あの子可愛いって言ったら、でも猫耳みたいなフードつけてますよって言ったから、いや言ったか、まあいいや、これがいいんじゃん、尻尾もつけてほしいわって言ったんですよ。そしたらヒエーって言われたんですけど、てか一撃だったね。思ったより与える、あー思ったより与えない。うん、猫耳いいよね。あ、絶対この話したわ、ごめんなさい、絶対した。50、あ49いけるね。これマイアンテールやっちゃおうかな。で、みんなの性癖聞いた気がするわ。性癖というか好きな、好きな格好。ナイス急所。ここで睨みつけだってもよかったね、やっぱ。でも防御下がったら負けちゃうな、これ。はい。いやでもね、その話続きができて、うん、まあ、したかどうかも覚えてないけど。あー危ねえ。あのね、またその子とこの間、まあ一緒に働いてたんですけど、はぁ？どうなってんだよ。ああ、外せそろそろ。なんかじゃあ好きな格好とかないのってまあ話、なんでこっちが攻撃した時だけすごいギツギツやんだよ。ムカつくな、なんか。って話になって、まあ、相手の好きな格好とか聞いた後に、まあ、俺は結局やっぱ、まあ、猫耳系がいいなって話になって、なんだったら語尾にニャンつけてほしいわ。なんとかだニャンとか言ってほしい。はぁ多すぎだろ、急所どう考えても。はい。変な話してたら急所めっちゃ出たなぁ。あれ俺最後まで言ったっけ？で、ニャンつけてほしいわーって言ったら、えぐって言われたって話なんですけどね。女子大生にえぐいって言われてしまいました。悲しいです。まあ相手もさ、俺がそういう辛辣なことを言われたいわけじゃないんですけど、言ったらおもろいって思ってくれてるから、まあ言ってくれてるのもあんだけどね。そう、まさに夫婦漫才のようになってきましたね。相手もなんか、距離をね縮めてきたと思っているのか、何の遠慮もない返しをしてくるようになって、実に楽しい仕事です。ほら外した、バカめ。そりゃそうだ、あんだけ急所出したらもう当たんねえよ。何回当てた相手さっき。だってもう8回、4回、6回ぐらい当てたから、もう1回外すだろ。なんだよ。これ防御下がったら負けだから結構厳しくない？危ない。フラグじゃなくてよかった。ここで急所で終わってもいいんだよ。全然俺は構わない。はい。ダメー。あ、当たる。でもこれ攻めた方がいいよね、もう。大抵回復するか。あ、ですよね。回復しなかったら勝ちだったもんね。なるほど。いや、これ厳しいな。ちょっと防御そのうち下がるぞ、絶対。避けましょう。よーし、ほら来た。空飛んでれば避けれるだろうって思ったけど、鋼の2メーターに30あったよね、確か。さすがに届きそう。いや、さすがに届きそうって言ったけど、2メーターしか空飛べないで、だいぶ低空飛行だ。50。あー、下がってしまったー。あー、避けろ、避けるのを待てばいいだけだ。でも一回避ければあの HP なら勝てる。はいはい。あー
避けないね、なかなか。あー、もう無理？もう無理か。やるしかないか。2回も下げられた。いや、頼む。急所。まだある。避けろ、避けろ。どうしよっかな。いや、結構きちいな、これ。まあ、まあまあまあ。まあってね。よし。シンプルにメザパの格闘の威力がもう15ぐらい高ければ簡単だったのに。頼むよ、コーチン。はい。焼き鳥食いてえな。焼き鳥屋さんでやってる時はさ、まあ毎日味見で食べてたから、あれだったけど。なんか、もう、数年食ってない気がする。いや、それは思ったわ。毎焼き鳥食いたいな。いいね。まだレベル上がらない。いや、でも、うん。いや、これワンチャンさ、防御下げるってどうなの？アイアンテールで。ホーム返しあるけど。それはさすがに、この狙いは微妙か。だとしたら急所狙った方がいいかな。防御下がった瞬間もう無理なんだよな。はい、あ、ふざけんなボケが。いやでも急所急所で勝てる。あ、勝てねえわ。次で負けか。どうしようこれ。避けろ。あー、ちょっときちいな。きついです。どうしよう。みかんちゃんが猫耳萌えじゃん。豚耳萌えじゃなくて猫耳萌えって言ったから怒ってるよ。はあ、俺最近マイクロ豚買おうかちょっと悩んだんですよね。でもなんかあんまり人と一緒にいる時間が長くないとね、寂しがり屋で良くないって書いてあったから、まあやめといたんですけど、ね、将来買おうかと思ってます。レベル上がったね。家にいる仕事をやりたかった。そうか、正反対な仕事を選んでしまった。よし、次こそは。でもこのレベルアップで多少はこの結局な、4角で勝てるぐらいのダメージをね与えてくれないとあんま意味ない。急所でお願いします。てか避ければいいんだよな。あ、これいけそうだな。ダイアンテーラーもこれで絶対に耐えるから、防御下がんなきゃいいだけ。はい。ここで、いや待って、次急所がいい。次。あー、微妙。めっちゃ微妙じゃないあれ。やる？やるか。やりましょうか。攻撃仕掛けよう。はい。これで倒せばいいだけ。いや、絶妙。絶妙です。はい。あ避けろ。ああ、もうくそー。まあでもランスでいけっかな。はい、じゃあ行きましょうか。実に微妙なダメージだったよな。まあ初手じゃなくて2発目で急所当ててもう倒すみたいな流れでいいんだけど、あんまりなんかな。早く終わってほしい。どうせ勝てるしな。そのうちどうせ勝てる戦いなんだよなこれ。まあそんな誰でもそうなんだけどさ。そういうことを言いたいんじゃなくてさ、トサカね。鳥のトサカって美味しいよね。だから急に鬼鳥のトサカが目に入っちゃって。よし、まず普通に与える。あと急所で倒す。それがベスト。てか、アイアンテールほんと余計なすぎじゃない？さすがに。もうちょい避けていいよね。70か75でしょ。なんだかな。まあ防御下がんない。いや、そりゃ当たり前なんだけど。さっき下がりすぎだよ。あー、でも倒さないね、これは。あー、そっか。倒さないから。つつくを入れて回復を防ごう。はい、急所。なんで急所なんだよ。なんで急所なの今の。一番急所じゃない方が良かった。奇跡。あ、やった。
やりました。なぜか回復アイテムを使わないみかんちゃん。はい、完璧な作戦。何だったんだ今まで。謎だろ。今まで使ったすごい傷薬でお金なくなったのかな。こっち所持金ゼロで挑んでたから、ほぼ、まあゼロじゃないけど100円ぐらいしかなかったから、100円もらってすごい傷薬をあんだけ使ったら、さすがにみかんちゃんもねお金なくなったっぽいね。パパ活頑張って。では長寿ジム行きます。はい、ということで長寿ジムね。そしてさらに俺は対策になる技をね覚えさせてきましたよ。今までの俺とは一味違う進化した俺を見せてやりましょう。まさか柳に本気で挑むことになるとは思わなかった。いきます。はい、ドリルくちばしじゃないですよ、レベル上げてないんでね。どうせドリルくちばしを覚えるから、もう飛行技のつつくはとりあえず今いらないと判断して見切り覚えさせました。賢いでしょこれ。普通やんのかな。あの吹雪ね、見切り使ってなくしちゃおっかなって思って覚えさせましたね。とか言ってここ、これで今38だけど、今39で40になったらおもろかったの。で、ジュゴンはいいよ、いいよ別に、オッケーオッケー。でですよ、抜群。はい、あれなんだっけな、あーそう、俺パパ活ってさ、変更と何が違う、え、俺ずっと疑問だったんだけど、知らん、かっこいい。はい、残念、バーカ。でもちょっと回復だな。変更はお金、以前のやり取りあって成功式があったら変更なの、それともお金のやり取りがあってこういう間交際関係があったらもう、もうそれ援助交際じゃないの、あれわからなくなっちゃったな。だからこれ回復する前に見切りやんなきゃ意味ねえか。全然使いこなせてない。え、でもこれ回復挟んだ場合ってそれって連続になんのかな。あ、なんないっぽいね。オッケー、オッケー、完璧です。でもさ、実質パパ活も絶対に、まあ絶対ではないか、ある場合の方が多いじゃないですか多分。抵抗意不思議だよなこれ。でもパパ活ってワード普通になんか地上波とかでも話されるでしょ。結構謎なんですけど俺。いや別にそれがいい悪いの話じゃなくて純粋な疑問です。うん、不思議、何が違うんだろう。安定の5回、5回か。え、もうやり返してやろうかな。ゴム返し1回ぐらいやるか。なんだな、外したのかと思った。変な声出ちゃったじゃねえか。なんで2回なんだよこっちは。もう1回5回だったら許さんぞ、俺許さんぞ。よし、これのせいで回復されちゃうんじゃない、しかも。ああ、戦闘が間延びしている。スピードスターゲーだよな結局。はい、じゃあお疲れした。ようやく倒しましたね。無駄に時間をかけてしまった。はい、何か1レベル上がるだけで与えるダメージ結構上がんな。あれ、さっき来た時でも37とかか。よし、アイスバッジゲットと。思ったよりみかんに苦戦してしまったな。まあ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 。はあ、またロケット弾か。もう一回さ、鬼スズメでロケット弾やってるから、結構萎えるよね。あのロケット弾もう一回やるのか。そしたらライバル戦から行きたいと思います。はい、そしたら、ライバル戦ね、行きましょうかね。一回、寝ました。寝ましたっていうか仕事終わりやってて、ロケット弾があまりにつまらなくてね、もうちょっと疲れて寝ちゃいましたね。何話してたかは覚えてない。そしてゴルバット。
あ、で、あ、ドリル口橋、あれ、覚えてたっけ？まあ、覚えたんで、もうこっからはね、二重連釘パンチ。よし。強っ。覚えてなかったか、さっきまで、多分。うん。まあ、なんで、このね、釘パンチで頑張りましょう。まあ、メザッパこう考えると、うん、まあでもな、やっぱ50、うん、60、うん、50、ちょっといいね、威力欲しかったよな、これ。これは結構強かったと思うんだけどな。で、ゴーストね。まあ、ゴーストに対してもドリルクチバシを使えるから、とてもいい。はい。こうタイプの技がゴーストタイプに当たるのはポケモンの永遠の謎ですね。理由あんのかな、ちゃんと。あー、でもこれ抜群取れるだけだったらドリルクチバシの方がいいよね、格闘より。あー、でも違えか、あいつ氷悪か4倍か。いや、さすがにメザパの方が与えたね。はい、うわ、強そう。はい、すごい手をガッてスーパーサイヤ人になる時のポーズしてた。怒り、まあ、2世代目の怒りは強いからな。怒りってさ、あれ攻撃力上がるのってどんぐらい上がるんだ。あれ攻撃が1段階上がるってこと、攻撃力が。怒りの時だけわかんないな。攻撃、怒りの威力が徐々に上がるってことかな。まあわかりませんが、とりあえず余裕でしたね。まあ、ドリルクチバシ無双でしょ、もうこんなもんは。こっからは。では、幹部戦行きましょう。はい、じゃあねー、ラジオと、助けてあげましょう。こんな女の子に。実際、同じぐらいのポケモンがいても私は、こういうことはできませんね。これでもさ、実際ポケモン今すげえ思ったけど、なんでポケモン勝負するんだろう。なんか相手大人の悪いやつなんだから力ずくで抑え込めばいいのにあ、でもポケモン出し合ったらあれか、どうせポケモン強い方が勝つのか。ポケモンを出し合ってしまったら、ね、ってことは、こっちのポケモンで相手の人間を攻撃してる可能性がある。じゃないと成り立たないもんね。だってこのポケモンやられた後力ずくできたら、ポーチンでドリルクチバシをあの女の人にやっちゃうわけでしょ？かわいそう、幹部。よし。そしたら、こいつね。ああ、また、そんちのベランダに、外壁工事の人がいる。ありがとうございます。外壁修理か、修繕か。ありがとうございます。マンションの外壁の修繕って本当、長いしうるさいよね。早く終わってくんないか。雨続いてるから全然進まないんだよね。もう朝さ、これ大体9時過ぎに起きるんですけど、8時ぐらいにさ、ガタ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 ってなるから、最近寝不足なんだよな。毎日1時間睡眠を削られてんのと変わんないからな。永遠にドド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 ドってなってる。あれ辛いよね。まあしょうがないんだけど。まあやってもらわないとね、困るしね。はい、そんなことを言いながらでも勝てるぐらい強いですよ、ドリルクチバシは。まあ、ドリルクチバシな、ドリルクチバシって強化されてるよね、確か。え、されてないっけ。命中100、威力80ってだいぶ強くない。波乗り、あれ10万ボール、あ、まあ、飛行タイプの、あれ待って、強くないって言ったけど、あれか。10万ボルトとか、火炎放射に匹敵しないのか。それに匹敵するのがエアロブラスト。え、飛行の命中100、威力95だけってないのかな。不遇だな、飛行タイプ。
はい、そしたらね、いぶき戦行きましょうかね。まあ余裕でしょう。私はいぶき、うん、世界で一番のドラゴン使いよ。何あの空間。はい、分かった。天皇にね、投稿呼ばないと思うけどな。いつきに勝てないでしょ、この編成では。まあ行きましょう。俺が最強のドラゴン使い、使いじゃねえわ。鬼ドリル使いです。ドリル使いですね。天皇にも引けをつかないドリル使い。主にドリル口はしないトレーナーです。倒すかな？あー、ちょい残しじゃない。すご。ここの白龍さ、抜群じゃなくて一撃で落とすって結構じゃない？あんまりなかった気がするけど。あれか、等倍も難しいのか。そもそも。あんまりないか。過去のポケモンだとね。不思議だね。で、2画目。あー、人影取れないもんね。あれ？プラッターの必殺前はこう一撃あったっけ？あー、一撃じゃない。いや、ちょい残し安定度は効かなかった。ありがとうございます。急所ね。今日も無駄急所だな。17% でしたっけ？こう、的確に無駄な時に出していくスタイルね。うん。まあ、そこに関してはもう、ストレスを感じなくなりつつありますよね。今、急所が良かった。あ、煙幕。でも今回、やたら避けるんだよね、なんか。やたら避ける。うん。ありがたい。イェーイ。急所、無駄急所。ははは。まあ今回スムーズすぎてね、おそらく何の変哲もない旅になったと思うんだけど、最後の最後でね、それを気にして無駄急所に連発やってくれましたよ。はい、ということでいぶきさんのイチャモンを聞き終えて、今回はこの辺で終わろうと思います。はぁ、ここまではね、録画失敗したドリドリでも来たんで、まあ次から未知の領域ですが、まあ四天王もそんな、あのどうだろうね、大量の特殊技に耐えるかなぐらいかな。うん、まあやっていこうと思うのでよろしくお願いします。はい、じゃあこんな感じでいつもご視聴ありがとうございます。コメント高評価も本当にありがとうございます。また次回もよかったらよろしくお願いします。バイバーイ。